イナズです。今回紹介するのはレゴスーパーマリオのバサバサとキングテレサの屋敷チャレンジ71377です。部品の袋は5つでパーツ数は431個。そしておなじみアプリ連動の説明書ですね。組み立て方はこのアプリかもしくはホームページからダウンロードしてください。それでは組み立てていきます。はい、完成です。キャラクターはキングテレサ、クリボー、そしてバサバサの3種類です。キングテレサです。これよくできてますよね。すごく可愛らしくできてるんじゃないかなと思います。ちなみにミニフィグと比べるとこんな感じですね。いかがでしょうか。結構大きいですよね。で、奥行きもありますんで、なかなかボリュームのあるあのキングテレサになってるんじゃないかなと思います。で、先日紹介したテレサと比べるとこんな感じになります。まあやっぱり大きいですよね。で、あの顔のバランスがね、テレサとちょっと違ってるかなと思います。あと胴体に対しての顔の、大きさ、そのバランスもちょっとね違ってますよね。まあ、個人的にはこのテレサよりも、こっちのキングテレサの方がそれっぽいんじゃないかなと思いました。で、残念なのはこのセットにもね、できればこのテレサをつけてほしかったですね。舌出してるバージョンとかありますんで、あれをね、あのこのセットにもつけてほしかったなと個人的には思いました。で、この顔パーツなんですけど、これがいいですよね。これ外してみるとこんな感じのタイルブロックになってます。タイルパーツですね。
これが素晴らしいなと思いました。しっかりプリントになってて、裏はねこんな風になってるんですけど、もうこれをこのまま飾ってても全然問題なさそうな感じしますよね。他のセットに使ってもいいんじゃないかなと思いますんで、もうこのパーツが付いてるだけでもこのセット正直価値があるんじゃないかなと思いました。それから内部はこんな感じになってますね。ギミック用の出っ張りがビョーンと出てるような状態なんですよね。もちろんこれ顔を戻して、ここを持ってこんな風にね遊んでもいいと思うんですけど、ちょっと不格好だなという人はこれね取っちゃいましょう。こんな感じでね簡単に取れます。飾って遊びたいなという人は取ってもいいんじゃないかなと思います。さらにその下にはカラーバーコードもありますんで、これも取っちゃいましょう。こんな感じですね。まあ、つけておきたい人はつけておいていいんじゃないかなと思います。で、この代わりにこのパーツです。まあ、なんかのセットには多分ついてると思いますんで、そういうところからね適当に持ってきてください。これをここに入れて、さらにこの長いパーツを戻します。そして顔パーツを戻せば、はい、これでね、綺麗なテレサができたんじゃないかなと思います。ツルツルの状態になってますんで、まあ、遊びこれだけでねこうやって遊ぶこともできますし、飾っててもいいんじゃないかなと思いますね。で、戻すときはさっきの逆ですよね。簡単に戻すことができますんで、カラバーコードを戻してこの棒パーツ戻してあげれば、最初のねテレサに戻すことができますんで、まあいろいろ試してみてはいかがかなと思います。あとこのキングテレサ両サイドに手が出てます。これなんですけど、こんな感じで、方向というかね、向きを変えることができます。こんな風ですね。で、これ上向きですけど、例えばこれを前向きにすることも可能です。こんな感じですね。でさらに動かすこともできますんで、これなかなか遊びやすいですよね。まあ、残念なのはここのねパーツがグレーなんですよね。これも白にしてくれたらよかったかなと思うんですけど、まあまあ、こうやってね動かせる仕様になってるのはなかなかいいんじゃないかなと思いました。先日紹介したテレサのこの手も、動かすことができましたよね。こうやってね細かいところ動かせるのはやっぱり嬉しいなと思います。それと頭の上に金色の王冠パーツがついてます。これいいですよね。実はレゴムービー2とかのセットにはあったんですけど、シーとかそういったセットには今までついてなかったパーツになります。結構貴重なパーツですね。このパーツつけてくれてるのはすごく嬉しいなと思いました。ちなみにこの王冠なんですけど、こんな感じで取り外すこともできますんで、まあ、王冠いらないよという人は、こうやってね普通の大きなテレサの状態で遊んでもいいんじゃないかなと思います。そして下についてるこのカラーバーコードですね。このね水色パーツすごく綺麗だなと思うんですけど、このカラーバーコードを連動させたマリオで踏むことでアプリにセットを追加することができます。でキングテレサの倒し方なんですけど、このカラーバーコードをこんな感じで7回踏むことで倒すことができます。コインを獲得できるようになってるみたいです。ただこれアプリの説明では5回だったんですよね。これ先日のバッタンと一緒で、アプリと回数が違ってます。7回になってましたよね。で7回というとクッパに次いで2番目の王さんになってます。まあこれぐらい大きいので、まあ、7回ぐらいがいいんじゃないかなと個人的には思います。多い方が楽しいですよね。クリボーです。このセットにはクリボー2体ついてます。で、クリボーなんですけど、今までね、いろんな顔が出てきましたよね。で、今回のクリボー、おそらく、このセットにしかついてないクリボーじゃないかなと思います。例に挙げると、これはスターターセットのクリボーですね。まあ、こんな感じで顔が違ってるんですよね。まあ、それ以外の仕様は基本的には同じなんですけど、顔のね、プリントが違ってるということで、今回のクリボーちょっとね怒り気味のクリボーかなと思います。さっきのやつも全く同じ顔になってますね。で上にカラーバーコードがついてまして、ここにもクリボーのマークが入ってます。カラーバーコード自体は、さっきのね、これスターターセットのクリボーですけど、全く一緒になってますんで、そこの差は多分ないんじゃないかなと思います。ちなみにクリボーマリオで踏むと、はい、こんな風にコインをゲットすることができます。で今までもちょっと紹介してましたけど、クリボーはこんな風に何回でも踏むことができます。この仕様いいですよね。でこのセットにはそのクリボーが2体ついてますんで、例えば
こんな風に2体を使って連続してコインをゲットすることもできます。こういうのも面白いですね。バサバサですね。このセットにはこのバサバサが4体ついてます。こんな感じで4つついてるんですけど、基本的には同じ仕様なんですが、後ろについてるこの部分、カラバーコードもついたこのテクニックパーツの部分がありますけど、これギミック用の部分なんですよね。これがこっち方向とこっち方向で、2種類に分かれてます。それぞれが2体ずつになってますね。それよりも前の部分、要はこの黒いパーツよりも前の部分は全く同じやつが4体になってます。でこのバサバサなんですけど、頭と胴体は分離してません。というか頭からいろんなものが出てるというような感じになってますね。頭と胴体が一体化というような感じでしょうか。足ちゃんとついてますし、翼もあります。翼はこうやって動かすことができるんですけど、前後に動かすことはできなくて、こうやって上下の動きになってます。鼻の感じいいですよね。で、目のところがプリントパーツになってます。後ろはこんな感じですね。でカラーバーコードの部分をつけるとこんな風になるんですけど、さっきも言ったようにこれギミック用の仕様になってますんで、こんなんがいらないよという人はこのパーツを取り外してあげて、カラーバーコードを直接つけてもいいんじゃないかなと思います。この状態でも十分遊ぶことができますね。これちなみに踏むとこうやってコインをゲットすることができます。さっきのクリボーと一緒で何回でも踏むことが可能です。ではその他のアイテム、そしてギミックを確認していきましょう。まずこの条件セットなんですけど、結構大きいですよね。ちなみにミニフィグと比べるとこれくらいのサイズ感になります。いかがでしょうか。かなりボリュームがあるのがわかるんじゃないかなと思います。マリオと比べるとこんな感じですね。まずは正面の門から見ていきましょう。これいいですよね。個人的にはすごく気に入ってる部分なんですけど、かなり雰囲気の出てる門になってるんじゃないかなと思います。黒い部分をこんな風に開けることができるようになってます。こうやって手で開けてもいいんですけど、マリオでドーンとね、突っ込ませてもいいですよね。こうやって遊ぶこともできます。でポッチがついてますんで、何でもいいんですけど、こんな風に鍵をかけることも可能です。これでね、中に入れなくしてもいいですよね。なので、中に入るためには例えばマリオによいしょ、こんな風に鍵を壊させてからじゃないとこうやって入れなくするとか、いろいろやり方はあるんじゃないかなと思います。で両サイドには門を守るような感じでクリボーがついてます。これがいいですよね。いるのといないのとでは全然雰囲気が違うんじゃないかなと思います。でもちろんこれをマリオで踏んで中に入るというような感じでもいいと思うんですけど、せっかくなので下にねポッチがあって、これ固定されてるんですよね。なのでさっきやったみたいに、こんな感じの動きをさせることもできると思います。こういうのもいいですよね。で門は抜けると中央部分に大きな蜘蛛の巣があって、蜘蛛がいるのがわかると思います。で手前側に黒いレバーがありますよね。このレバーを押すとこんな感じで蜘蛛の巣をひっくり返すことができます。で裏側にはカラーバーコードがありますよね。このカラーバーコードマリオで踏むとこんな感じでコインをゲットすることができます。たまにこうやってね、たくさんゲットすることもできるみたいです。ちなみにこの状態でもう一度レバーを踏むとこうやって戻すことができます。これ面白いですよね。押せば押しただけこうやってひっくり返すことができますので、なかなか面白い動きじゃないかなと思います。その中央部分の左側には木があります。葉っぱがなくて多分枯れ木じゃないかなと思います。ちょっとこう不気味さを出してるんじゃないかなと思うんですけど、この木が実はこうやって動かせるようになってるんですよね。で木の下の部分にカラーバーコードがありますんで、この状態でマリオでこうやって行った時に木をポーンと倒して、このカラーバーコードをこんな風に読み込めばたくさんコインがゲットできることもあるみたいです。でその途中に塔みたいなのがあるんですよね。さっきの大きな蜘蛛の巣が両サイドについてて、こっち側には蜘蛛もいるんですけど、この塔自体は特にギミックはありません。塔そのものはね、こうやって簡単に取り外すことができますんで、いろいろ付け替えることができるんですけど、塔そのものにはあまり意味はないというか、もう飾りみたいなもんですね。で裏側はこんな風になってます。一応ここポッチがありますんで、ミニフィグをこうやってね立たせることも可能ですけど、特に意味はないかなと思いますね。
あとこの塔には窓がついてます。この窓は実はこんな風に開けられるようになってます。これいいですよね。まあ大したことじゃないですけど、こういう風にね動きがあるだけでいいんじゃないかなと思います。あと両サイドにクモの巣があります。このクモの巣の、角度もねこんな風に変えることができます。真ん中にポチがいますんで、こっち側みたいにねクモをここにつけることもできます。他のものでもいいんじゃないかなと思います。続いて右側です。基本的にはさっきの左側と同じ構造になってますね。ただし、左側にあった木がこっちにはありません。特にギミック類がないのと、あとキャラクターも特にいませんので、まあ動きというか、遊び要素は基本的にないですよね。後ろの塔もまあ、ここ動かせますし、窓も開けれますけど、それだけですし、前の部分はね、ただスペースがあるだけというような感じになってます。なのでちょっと残念だなと思いました。まあ、例えばね、クッパ持ってる人だったらここにテレサとかこんな風に置いてもいいんじゃないかなと思います。あとは他にクリボーを持ってる人だったらここにクリボーを置いておくとか、そんなんでもいいんじゃないかなと思いました。では一番奥メインギミック確認していきましょう。建物の上のところにはさっきのキングテレサがいますね。なかなか可愛いと思いますけど、さっき言ったこの棒の部分をブスッと建物に刺しているような状態になってます。で、下のところですけど、両サイドにはバサバサが4体いますよね。テクニックパーツにそれぞれついてるんですけど、こっち側を動かすと、反対側も、反対側を動かすとこっち側も動くような仕組みになってます。で、見ていただいたら分かる通り、左と右で90度ずれてますよね。こんな感じですね。これが実は結構重要なポイントになってます。ちなみにこの部分のギミックの目的なんですけど、これ上のこのキングテレサを落として、下についているこのカラーバーコード、これを踏むことですね。で、じゃあどうやってこのキングテレサを落とすかなんですけど、さっきのこのバサバサ部分、これをこうやってくるくる回すことで、わかりますかね、キングテレサが上に上がってますよね。これをずっと続けてると、そろそろ落ちるかな。はい、落ちました。こうやって落としたキングテレサを、マリオで踏むというような感じになってますね。で、回すときにバサバサにはカラーバーコードがありますんで、これをマリオで回しましょう。するとこんな感じでコインをゲットしながら回すことができるようになります。これキノピオのセットについてたプクプクのギミックと一緒ですね。少しこうゆっくりめに回してあげないと、センサーが反応してくれないんですよね。なので、あまりにもこれをこうやって早くやってしまうと、全然コインがゲットできませんので注意してください。で、このバサバサの回転ギミックなんですが、その後ろの方に赤い出っ張りがありますよね。実はこれこうやって押し込むことができます。で、押し込むと反対側から出てきて、反対側を押し込むと、またこっち側が出てくるというような感じになってるんですけど、これ何かというと、今こっち側が出てますね。この状態で回転させてみるとこんな感じでくるくるくるっと回ります。これを反対側を出してみましょう。押し込んで反対側を出しました。この状態だとこんな風にピタッと止めることができるようになるんですよね。もう一回やってみます。こちら側が出た状態ですね。こんな感じでくるくるくるーと回ってくれます。反対側だとピタッピタッと止めることができます。実はこれを変えることで、マリオが踏むバサバサを変えることができるようになります。どういうことかというと、さっき言ったようにこの回転ギミックなんですけど、結構難しいんですよね。ゆっくりやらないと反応しませんし、すぐ次が来るので、そのスピード調整も必要になってきます。でも、このピタピタッと止まるバージョンだと、やってみましょう。こんな感じで交互に踏むことで、連続してかなりの枚数のコインを獲得できるようになってます。これよくできてますよね。で、これを可能にしてるのは、さっきも言いましたけど、左と右が90度ずれてるからなんですよね。これが同じ角度だとこれをすることができません。では、今度はこちら側に赤い棒を出してくるくる回るタイプでやってみましょう。さっきやったみたいに左右に交互に踏んでみます。するとこ
こんな感じであまりうまくいかないんですよね。やっぱりねくるくる回りますんで片方だけでもスピード調整するのが難しいのに両方ともやるっていうのはとても難しいです。じゃあどうするかというとこのくるくる回るタイプの場合は片側だけでやります。こんな感じですね。これだと連続してかなりの枚数のコインを獲得できるようになってるみたいです。つまりこちら側に赤い棒が出てるとき、くる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 回るときというのは交互にやるんではなくて片側だけをタイミングよく踏むことでコインをたくさんゲットできるという仕様になってます。で反対側ですね、こっち側に赤い棒を出してピタッピタッと止めるときというのは片側だけではなくて交互にタイミングよく踏むことでコインをたくさんゲットできるという仕様になってるみたいです。本当によくできてますよね。ちなみに内部こんな感じになってますね。ギアパーツたくさんありますよね。ちょっとね暗くて分かりづらいかなと思うんですけど、今あのピタッピタッと止まる仕様ですね。この時は黒いギア、手前側の2つの黒いギアと奥にある青いギアが噛み合ってるのが分かると思います。こんな感じですね。これピタッピタッと止まる仕様です。でこれを押し込んであげると、これくるくる回るタイプなんですけど、さっきの噛み合ってた黒と青いギアが噛み合ってないのが分かると思います。この状態で回すとこんな感じですね。こっち側のギアももう回ってませんね。奥側の青いギアしか回ってないというような感じになってます。入れるとこんな風になってますね。よくできてますね。それとこの建物の裏側にスターがついてるんですよね。まあ、なんでここにあるのかちょっとよくわからないんですけど、これ本来であればキングテレサがここにいますんでスター隠れちゃいます。でこれゲットするためにはキングテレサを下に落とした状態になりますんで、その時にはもうスターいらないと思うんですけどね。まあありますんで、これをマリオで踏むとこんな感じでスターを表示させることができます。それではいつものようにスターターセットの土管、そしてゴールを取り付けてコイン獲得ゲームやっていきます。では土管からスタートです。制限時間は60秒です。やっていきましょう。まずはクリボーですね。交互にタイミングよくやっていきます。こうすることでたくさんゲットできますね。これ多分そのために2匹いるんじゃないかなと思いますけど、こんな感じでしょうか。では門をドーンとぶち破って雲をひっくり返します。よいしょ、はい、ゲットしましょう。いい感じですね。では手前の木もぶっ倒してここでゲット、そして奥のメインギミックいきましょう。ここも交互にやっていきましょう。そしてゆっくりやってね、キングテレサを落としていきたいと思います。しっかりカラーバーコードを読み込ませながらやっていきましょう。ここでたくさんコインゲットしたいですからね。そろそろか、あまり時間もないぞ。どうだ、どうでしょうか。おっと15秒前ですけど、どんな感じかな。はい、落ちましたんでここでキングテレサを、はい、7回やってゴールです。はい、104枚、これはびっくりですね。100枚超えっていうのは多分初めてだと思うんで、ああいう効果音が出るのも知りませんでした。かなりびっくりです。まあギミック自体もちょっと難しいので、多分コインの枚数も高めに設定してあるんじゃないかなと思いますね。特にやっぱりこのバサバサのギミック、これ難しいんですよね。でもかなりやりがいがあると思います。まあ、これだけねゲットできるんであればかなり楽しめるセットじゃないかなと思いますんで、おすすめです。はい、いかがでしたでしょうか。初の100枚超えということで、個人的にはかなり楽しめるセットだったと思います。でやっぱりキングテレサとかバサバサとか、セット全体の雰囲気をしっかり統一しているので、すごくいいセットだなと思いました。このセットのパーツ数は431個です。以上、レゴスーパーマリオのバサバサとキングテレサの屋敷チャレンジ71377を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナウズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。